みちょぱんとアンジャのゴルフTV。 今日は今日ゴルフ神宮ゴルフ場に来ております。神宮外苑ゴルフ練習場に FR2 のラビットカントリークラブっていうのができてるの、はい、ほうほうほう、知ってますか。練習場の中ですけど、はい、FR2 のその思いがいっぱい詰まったゴルフ練習になっておりまして、今日はここを体験してもらおうということです。はい、わかりました。はい、このね、こ結構見ていただいたらこのパンフレット、はい、確かにいろいろな施設があるな。すごいな、はい、パターンもあってね、パターンもあったり、バンカーもあったり、アプローチとかもできます。チャレンジ系だ、結構、はいはい、今日もそれをやりながらも、あの14のクラブもフィッティングしていってもらって、はい、で特にみちょぱはやっぱこの間ね、あのゴルフやってる時によりこう、あのアイアンの方、アイアン欲しいの、うん、今日試してもらって、今日のよかったら今日使ってもらったりすごいいっぱい、はい、試してもらったりとか、うん、はい、ちょっとしたコースになってるってことですね、チャレンジも。ゲーム性のある、うん、なんか失うのがもうやった。ありがとうございます。これ、FR2 の石川社長から、あ、ありがとうございます。あの、これで楽しんでちょうだいというので、ありがとうございます。マーク、マークとか入ってます。ゴルフのマークとかパターのとこやるときね。あ、まだ、うん、あ、FR2 のゴルフの、あの、ゴルフもあります。ロゴが入った、ありがとうございます。かわいい、かわいい。これは、あれ持ってたんですか、FR2 今日。え、そうです、お誕生日とかで言ってた、はい、あ、そうか、はい、私も 毎回プライベートは FR2 です。あ、本当ですか。はい、全部 FR2。 なんかハマってるらしいですね。連絡すると大体ゴルフ場に回すけどね、私、うん、そう、たまたまね、そうそうそう、吉村さんと LINE すると、あ、今ゴルフ場にいて、はい、122になりました。あらあら、素晴らしいじゃん。もう少し120切り、どんどん、はい、ね、大輔さんそれ話をしたら、うん、やばい、練習しなきゃって、ただ一緒に回るっていうふうにおっしゃってたんで、一回マジでやろうっていう、やりましょう。今日だから大輔さんにも負けないように練習もしていただきたいなと思って、はい、頑張ります。マブマブ。じゃあチョパさん先にね。はい、よいしょ、よいしょ。素晴らしいな、足が強くなってる。もうある。慣れてきましたよ、もう。私はドライバーはね、やっぱいけるんすよ。疲れてるの最近、やっぱアイアンがマジクソ下手くそだよ。マジクソ下手くそだ。ドライバーもマジクソ下手くそだよ。落としてダメだ、ダメだ、ボケが通用しなくなっちゃう。今ボケ強いでしょ。あれ？いや、すごいもん、力みが。力みがすごいよ。私もイライラしてきちゃった。掛け声が、やっぱ大事？おい、おい、やめろよ。え？それ飛ばないよ。後ろ飛んじゃうよ、そのワード。後ろ？うん、後ろ行っちゃう。おお、まだまだ。あ、すごい、すごい、スライスチーズしてるもん。やってるね、やっぱ。ヨーゴは始めたことスライスとか言わなかった、うん、そう、覚えてきちゃった、どんどん。今スライスチーズ、スライスチーズ。おじさんと回ってんだろうな。え、おじさんと回ってる人に。全部彼氏。うわ、おお。でもあれ、奥まで行ったらどうなるか分かんないですね。ここ水止めだ。おー、ナイスショー。このぐらいで優しいですね、今日。優しいよ、譲ってくれる、うん、なんかすごい遠く感じるんだけど。お、左行っちゃう。私、当たりがいいと左に行くんだよな。だから左行くでしょ。左行っちゃうんだよ。だからこういう感じなの。あ、そういうこと。ここに忘れてた。素振りしてみ、素振り。こう、こうだよ。こうやって、もうこういって、もうこう、こう、こう手出してみる。めっちゃキモいんだけど、今。こういって、もう、こう出してみる。あ、いいっすね。調子戻ってきた。戻ってきた。でも長く続かないのよ。頑張る。
スース、はいはい、ナイスショット。ほんまや、ほんまや、そうそうそう、ビービーってなっちゃった。あら、今日のアドバイスちょっといい感じ。うん、人に優しくできるようになったら、うん、よかった。ほら、まだ大丈夫。そうそうそう、なったんじゃん。あ、大きいぐらい、そうらい大きいんだ。大きいぐらい浮いてない。アイアンだけ、アイアンだけ、アイアンと。どうですか、ドライバーさん。あ、おー、ライバーはでも多分今これ飛ぶな、こいつが調子いいんですよ。セシタが14さんが、あー、あー、めちゃくちゃ飛ぶんですよ。はい、よいしょ。あ、いいですね。おー、めっちゃいいじゃないですか。いい感じですよ、重さも合ってるし。僕多分重いですよね、シャフトとか硬いんですよ。それにその方がやりやすいな。でもこれやりやすいですね。あの、安心感ありますよね、フェースもでかいし。そうですね、うん、ちょっと振り遅れるな。膝がこうなってたのかな、完璧やつ。じゃあチョコさん、ちょっと、はい、ワンオンやる。どれ、ワンオンチャレンジ。あそこのさ、真ん中の黒、はい、多分ね、あれ入るんだよね、多分穴があると思う。穴あるんです、あります。うん、まあここから30ヤードだけど、上だから20とか、それですね。そうですね、25とか、はい、ぐらい、はい。先に寄せた方が勝ち。寄せた方が勝ち、いいよ、先行。じゃあチョコさん、ここでいいよ、こっちから。こちら一本目。うまい、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 うわー、これだ。いやいやいや、いや、強い、はい、全然強いわ。あ、よし、方向ね。あ、距離感的にはまあよしよし、絶対乗せちゃいます。えい、はい、あ、あ、めっちゃ惜しかったっす。惜しかった、まあ、やばい、これやられたら負けだよ。やばい、うまい、いいぞ、やばいぞ。うわー、乗った、あ、乗った、はい、乗った、もう負けじゃん。やりました。もっと弱くていいの。いいよ、じゃあ、あの次内側に入れたら勝ちでいいよ。俺、円の外側じゃん。あの文字の、文字あたり、うん、弱い、いいけどね、あ、弱すぎるわ、はいはいはい、全然弱いわ。はいはい、ダメです、はい、勝ちです。負けてあげたの。今、弱ってるから。他も行く、他の右左、右左まで。左行きます。じゃあ下、もっと短いやつ、短いやつ、短め、うん、うまっ、うまっ、うわ、黒、あ、黒に入りました、黒に入った、やばいって、すごい。あ、ちょっと右行っちゃった。悪くないけどね、方向が、あらあら、もっとこっちか、はい、勝ち。じゃあ次、右、はい、うわ、あ、たまたま球に当たったよ。たまたま球に当たっただって。え、あし、よし、俺の勝ちね。そっち行っちゃった、そっちしかも入らんかった。え、むず、むずくない。そうだから、いかにやっぱ近いところがね。マブマブ、この間、あの、お渡ししてるやつが40、ちょっとシャフト軽いんですよ、うん、で、重たいの方が振りやすいみたいな、あと長い方がちょっと振りやすいみたいな話をちょっと聞いたもんで、はい、一応今はこれで、これ何か9です、多分、比べてもらうと長さ、長さがちょっと長くて、本当だ、メンズの長さなんですよ、これレディースの長さで、はい、こっちメンズの長さね、で、シャフトもちょっと重く、はい、重い方が振りやすいかもっていうことだったんで、ちょっと重たいのを持ってきてるんで、はい、ありがとうございます。50ぐらいからちょっと打ってもらった方がいい。はい、え、でも確かに長い、長いです、ね、多分7番、今使ってる7番アイアンぐらいの長かったっていう。ああ、ナイスショー。さっきもう1個あるやつね、一番これが重たい、60っていうタイプ。あ、重い、結構重たいと思う。確かに、ナイスショー、いい、
やっぱ重いもいいのかな。あれどっち重くて短い、これは重くて長いんですか。これがメンズの 60g 重量なんで、うん、割と長めの、まあ、女性にしたら多分結構重たいです。あ、じゃあどっちがいいの私って。チョパさんも今の段階でこれやっといた方がいいですよね。そうですね。よいしょ、すごい。もういいじゃん。これです。もともとヘッドめちゃくちゃいいやつだった。これです。女性の方のゴルフをする時の考え方が変わりますね。変わるよ。そう、誰しもが女性用の使わなくていいってことだ。そうですね。やった。すごいわ、多様性の時代。確かにね、みちょぱは手が長いし多分運動神経がいいからバネがあるんですよね。だから男性用のやつが増える。これほら、ユーティリティって思ってる。これもちょっとハードスペックピンですけど、多分それ結構重たい。これ誰の。俺のユーティリ。私でも苦手。でもアイアンと同じ打ち方してみる。おー、おーやるね。めっちゃいいやりますよね。すごい。でユーティリもこれぐらいハード。今気持ちいい。今音も気持ちよかった。硬さが、これが本当硬いんです。先生はこれで X、 はい、これで振って、しかもこんだけ立ててるのでちゃんと振れるってことは、はい、やっぱ才能あり、うん、才能ありか。振り回ってる。今のが合ってないから、逆に。なるほどね。その初期の頃に合わせるんですね。あ、はいはい、そうですね。あれは完全初心者の時だったから、はい、でももう、もはやセカンドシーズンのクラブが必要かもしれない。すでに、うん、いやだって暇さえあれば行くもん。いやもうそうだよ。めっちゃ暇じゃない。いやあんだけ吉村さんに仕事前よく行けますねって言ってたけど、仕事前さえも行っちゃうようになっちゃった。おっさんやないですか。でヘロヘロで収録してる。わ、うん、かる。もう V の時死んでるだろ。マジで後悔する。行っちゃったって。俺触れるか。俺らの番組じゃないかもしれない。違う人に溢れた方が。マジで大会出れるかもしれないぐらい。誰か呼ぼう。ほんまにプロ行くとかね。誰か。そのレベルの人よ、今。頑張りたい。実はここは、ダビデ・カンテリクラブ、バンカーもあるんですよ。はい、バンカー私めっちゃ得意よ。バンカーもちょっと練習しておこうっていうね。バンカー大丈夫だよ。バンカー私大体一発で出せる。バンカーの練習だって俺ね。あ、強いわ。信じて。信じる。ほらほらほら。信じた。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また見てね。